ジョセフ・レナード・モーガンは、アメリカメジャーリーグで活躍した元野球選手、宇藤左ヒアメリカ合衆国テキサス州出身、ビッグレッド・マシンと呼ばれた、シンシナティレッツの名に類種で、アメリカ野球伝道入りしている。現在には、ESPN と ESPN ラジオの解説者を務めている。まだドラフト制度のない1962年に、ヒューストン・コルト 45S と契約。 1963年9月21日にメジャーデビューを果たす。当初はスイングに欠点があったが、チームメイトの先輩で伝道入りの名に類種、ネリー・フォックスのアドバイスを受けて、フォームを改造。球団名が現在と同じ、アストロズとなり、世界初のドーム球場、アストロドームに本拠地を移転した1965年にはレギュラーに定着。 故障のため10試合の出場に終わった1968年を除いて二類種として活躍。1972年、シンシナティレッツに移籍。当時レッツは、名監督スパーキー、アンダーソンの下、ピートローズ、ジョニー・ベンチ、トニー・ペレス、デーブ・コンセプシオンといった生え抜きの選手や、トレードで獲得した若手、ジョージ・フォスターらがリーグを代表するスター選手に成長し、 ビッグレッドマシンと呼ばれ、敵チームから恐れられる存在であった。遺跡初年度の1972年には、オールスターで MVP を獲得。1975年には、リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズ進出。このシリーズでは、第3戦で、サヨナラヒット、第7戦では、同点の9回に、決勝のタイムリーヒットを打ち、チームを、ワールドチャンピオンに導いた。この年は打率。 327、17本類が94打点、67盗塁の活躍でナリーグ MVP に選ばれた。翌1976年もチームは2年連続でワールドシリーズを制し、自身も打率。320、27本類が111打点、60盗塁の活躍で2年連続 MVP に選ばれた。守備力にも優れ。 1973年から1977年にかけて5年連続でゴールドグラブ賞を受賞している。選球眼も非常によく、前世紀にはほぼ毎年100以上の死球を選び、通算1865死球に対して、三振は1015であった。本類打は最多でも27で、通算268あったが、二類打、三類打が多く、通算打率。 271に比して、出塁率は392、長打率は427もあった。1978年にはレッツが単独チームとして来日するが、モーガンは来日しなかった。この来日では各地で強さを見せつけたレッツだったが、帰国後、アンダーソン監督が突如解任され、ビッグレッドマシンの崩壊が始まった。1979年には、 地区優勝を果たすものの、その後、ローズを、はじめ多くの主力選手が移籍し、モーガンもこの年限りでチームを離れ、1980年にアストロズに復帰する。この年アストロズは、地区優勝を果たすが、プレーオフで、ローズのいるフィラデルフィアフィリーズに敗れ、ワールドシリーズ進出を逃す。翌1981年、サンフランシスコジャイアンツに移籍。1983年、 フィリーズに移籍。ここで、かつてのチームメイトであるローズ、ペレスと共に、リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズ出場を果たすが、ボルチモアオリオールズに敗れる。翌1984年は、オークランドアスレチックスでプレーし、この年限りで現役を引退した、モーガンのレッツ在籍時の背番号、8、シ,ンシナキレッツの永久欠番に1998年、指定。 多くの専門家がメジャー史上最高の二類種にモーガンの名を挙げる。引退後は解説者を務める。資格者年度の1990年に81.8%の得票でアメリカ野球殿堂入りを果たした。最も活躍したレッツ在籍時の背番号8はレッツの永久欠番に指定されている。ありがとうございます。